はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日のね、歯医者の報告でございます。まあね、今年でね、すでに4回目のね、歯医者でございますけどもね、今はその右上奥歯のね、虫歯の治療を進めていくっていうのがメインになっていますけどもね、まあ昨日もね、驚きがありましたね。まずはね、その初っ端の受付からね、驚きが始まったんですけども、マスクをして眼鏡をしてね、帽子をかぶっているのにもかかわらずですね、もうなんでやねんっていう出来事があったんですよ。でその歯医者の、ね、受付でね、すいませんって言ったらですね、名前をこう言おうとしたら、もう受付嬢がこう食い気味でね、あーはーい、こんにちは、ちょっとね、座って待っててくださいね。でもね、もう何回もね、僕来まくってるからね、もう覚えられてて、もうびっくりしたんですよ。診察券も出さずにね、その受付番号のね、レシートも出さずにですよ、この受付のね、小さい小窓にね、その声をかけた瞬間ですよ、何人もね、受付とかね、その事務の人とか、ね、仕事してる人がいてるのにもかかわらずね、そんなことってあります？もうしかもね、すぐね、僕のね、そのなんか用意されてるカルテをパッてこう持ってね、確認したんですよね。僕もそれを見たからね、僕の名前が書いてるわけですよ。もうほんまにびっくりしてね。で、ほんでね、その次はね、その診察台に行くとき名前呼ばれるわけなんですけどね、その名前呼ばれるときも〇〇様って、まあ普通やったらね、やすさんって呼ぶところですね、やす様って呼ばれたからね、もうなんか急にビップになった気分やねんけどってか思いながらね、その診察台にいて座りました。で治療が始まるんですけどもね、まあ、今回は僕の中ではですね、本番の蓋をしてもらうために、銀歯の蓋をしてもらうためにね、ピンク色の柔らかいやつをやって型取りをするんかなとね、思ったんですけどもね、そうはいかなかったんですよ。もうね、予想とはね、全く違うことになってまして、神経を抜いたところにですね、詰めている薬をね、こう流し込んでるだけでなので、まあ仮の蓋をね、削って、まあ、その薬を、ね、染み込ませている綿をね、取り除いてもらって、で本気のその蓋をするのは、まあ、しますけども、そのね、蓋をするためにはね、まずね、土台を作らないといけなくてですね、しかもその土台を作るためにはね、その中に芯を通さないといけなくてですね、でその芯を通すためにはその穴をね、開けないといけなくてですね、といったそのね、複雑な工程が初めに行われるというね、事実をね、知らされたんです。なので今回はまず最初のね、仮の蓋を取るとこから始まってですね、そこから綿を取ってで穴を開けていくんですけども、もうそこの歯はね、神経を抜いてあるから痛くないので、もちろん麻酔がなしで行われました。ほんで今回っていうのは麻酔をしてないのでね、ドリルで削られる感覚があるので、でそのドリルがこの奥へこう削りながら深く入っていくのがね、もう手に取るように分かれるわけなんですよ。もうね、気持ち悪かったですよ。結構奥まで削るのでね、その大きく口を開けてるもんですからね、もう疲れるので、もう休憩をね、挟みながらしてもらってるんですけども、その休憩をするためにね、長い替え歯にね、こう替えられるわけなので、さらにその度にですよ、大きな口をガーッと開けないといけないわけなんですよ。もうそれがめっちゃきつかったですね。ほんでその穴の開け方というかね、その穴の形なんですけどもね、歯のね、神経を抜いたところにね、土台を固定する芯を刺すんですよ。わかります？歯の神経を抜いたところに土台を固定する芯を刺すんですよ。神経っていうのはね、歯のね、根元の二股にこう分かれている両側があるので、ね、その両側の穴を開けなければいけません。要は、一度ね、その神経を抜くために開けた穴をね、掘り起こしたわけなんですよ。しかもその片側のね、神経が通ってた穴っていうのはこう曲がりくねってったためにですね、その穴に沿ってこう掘り起こすのがね、大変でして、またそれで顎が外れる思いをしましたね。ほんでまあ削り終わって、そこはね、その後10分ぐらい休憩をね、設けるためにですね、今度はね、その間にね、歯型を作るための作業に入りました。ここでね、やっとね、ピンク色のね、やられたやつの登場ですわ。ほんでね、そのまずはね、下の歯から型を作っていくんですけども、そもそもね、歯型をね、上下両方作る目的としてはですね、技工士さんがその銀歯を作る時にですね、こう噛み合わせをね、確認するためにというのが目的なんですよね。なのでその下の歯の型取りをしてから、でいよいよその上の歯をするのかと思いきやですね、まあ、そうはいかなかったんですよ。
その前にね、その先ほどようやく掘り起こした穴のね、確認をするためにね、黄色い柔らかいやつをかまされたんです。しかもその黄色いやつっていうのはですね、建設などで使うこの大きなコーキングガンのようなやつでですね、それをね、その、まあ、かませる器具ってあるんですけどね、そのかませる器具にこう流し込んでから僕の歯にこう、カワッとこうはめ込んだんです。もうね、いよいよ僕の口の中がね、工事現場になってしまったかとね、思いましたね。で、ほんでね、それはね、ピンク色のやつとね、また別の材料でして、掘り起こした細い穴にうまいこと入っていって、固まったら、こう、スルッて出てきてくれるやつなんですよ。でもね、やり方はね、ピンクのやつ同じなんですけども、取り外したらね、事件が起こったんです。その事件というのは何かと言いますとですね、取り外した固まった黄色いやつを見てみたらですね、突起物が3本あったわけなんですよ。まあ、本来ならば先ほど開けた2本の穴だけに入った黄色い柔らかいやつが固まってそのまま取り出されて、その、ね、突起物が2本現れるはずなんですよ。でもこの2本がこう3本突起物が現れたということはね、その穴を2本しか開けてないはずなのに3本開いていたということになるんですよね。ほんでこの3本目はなんやってなるわけじゃないですか。それはなんとですね、親知らずの虫歯の穴やったんですよ。びっくりするでしょう。でもね、これはね、以前から分かってたことなんですよ。まあ最初はね、その奥歯と親知らずのこの相対する両側面、こことね、ここがね、虫歯になっていたので、そこを治療のためにしっかりと削って仮の蓋をね、こう上からこうしてたんですよ。こうね、両方こう、かさばるようにね、両方塞がるようにね。なんですけども、その、手前側のね、その奥歯のね、虫歯が進行していたために、そこにこうね、蓋をして、その仮蓋がね、外れてしまったがために、今はそこの治療をしてるんです。ね、もうめっちゃ大掛かりになってしまってますけどもね。なのでまあ最初からね、こっちの親知らずもね、虫歯やったので、そこが少しずつね、進行していってしまってたんですよ。もうこれまではね、その虫歯の進行をね、止めるためにね、その薬や消毒液っていうのをね、入れてたんですけども、それはこっちの手前側の虫歯に入れていただけであって、でこのこっちの親知らずにはただの仮蓋を乗せてカバーしていただけなんだよっていう状態だったんです。その黄色いやつが固まってね、取り出した時にね、その突起物が3本あったのをね、確認した先生がですね、親知らず側の虫歯の穴がね、深くなっていたので、ひょっとしたら次回は銀歯の詰めるんじゃなくて、この親知らずの虫歯の治療をしないといけないかもしれないんです。でこれはね、さっきやった黄色いやつをね、しないとわからなかったことなんです。この親知らずの表面はね、まだ綺麗に残ってたのでね、その表面側からは虫歯があって、さらにそれが進行しているということがね、確認できなかったんです。いつも表面側からしかね、歯を見れてないのでね、そのまま芯を刺して土台を作ってね、銀歯をしてしまったらですね、この親知らずの治療がやりにくくなってしまうんですって言われたんですよ。いやこの親知らずの虫歯っていうのは最初から分かってたやん、なんでこう新たに浮上してきた感を出してくんのよってなったわけなんですよね。だからね、今回はもうすっきりせえへん終わり方になりました。なのでね、次回はまあ明日にね、病院から電話かかってきて、予約の日取りが決まるんですけどもね、でまたそれもですね、またその非常勤の先生が担当してくれるとね、伝えられたので、でその先生のね、出勤とシフトの確認待ちなんですよ。だからきっとその先生にね、その親知らずの治療をね、してもらうことになるんだと思います。でもしその虫歯が深くまで進行してたらですね、絶対に痛いからね、また麻酔から始まると思います。でね、その先生の名前を聞いたらですね、以前のその非常勤の先生と同じやったので、まあ、同姓同名の人物でなかったら安心してね、治療を任せられると思います。まあね、新しくね、虫歯が見つかったということで、またその治療をしてから、またメインのその銀歯を詰めていく作業を、少しずつ始めていくということになりました。そんな感じでね、いつもとは格別に驚きを隠せないことが多すぎた歯医者の報告でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。